横山恵美作下町にぎわい商店街前編。時は平成26年秋、まだまだ残暑厳しいこの時期に、早々と秋風、いや冬の寒い凍りつくような冷たい風が吹き荒れている商店街がございます。聞いたか、松之江のこと。ああ、とうとうって感じだがな。今年に入って3軒目だぞ。ったくな、こうシャッターが閉まってちゃ見た目にも景気悪いや。ああ、昔はこの商店街もたくさんの客で賑わったもんだがな。それが今じゃ、かんこどりの鳴き声ばっかりがカーカーとうるさくてしょうがねえや。まったくな。ところで、かんこどりってのはカーと鳴くもんかい？知るか。かつてのにぎわいはどこへやら、今は開いている店よりもシャッターの閉まった店が多いという下町にぎわい商店街。話しておりますのは、青果店を営む新藤哲夫と鮮魚店経営磯貝辰吉の二人。互いを八尾心魚達と呼び合う幼なじみ。商店街組合の会長と副会長でもある二人。幾度目かのため息をついたところに足音が響いてまいりました。やっぱり潰れたって松の湯。ちょうど今その話をしてたとこ。こうシャッターが降りたお店が多いんじゃ余計に景気が悪く見えちゃう。それ今俺も言った。先生こっち椅子どうぞ。ありがとう。後から入ってきた3人はというと、純喫茶やまびこの店主村上拓也。それにしても純ってどういう気持ちから店名にくっつけたんでしょうかね。とは別に、先生と呼ばれているのは小児病院の院長先生と言っても、お医者様は院長一人、看護師は奥様という超個人経営の診療所。そしてこう一点はスナックあけみのあけみママ。やおしんよ、やっぱりなんか考えなきゃまずいって。タカちゃんの言うことも一理あるんじゃないか。あいつの名前出すな、胸が悪くなる。タカちゃんと呼ばれているのが新藤哲夫の一人息子タカトシ。家業の八百屋を継がず大型スーパーに就職した28歳。先の見えない店を諦めて自身の勤めるスーパーのフランチャイズ化を言い出し、親父を激怒させたのが2週間前のこと。以来ろくに口も聞かず同じ屋根の下で暮らしているんですな。それはさておき、話を商店街の店主たちに戻しましょう。そうよ、消費税が上がってからこっちお客さん少なくなっちゃってさ。そういえば先生もすっかりお見限りじゃないですか、ここんとこ。いやー、すまない。病院といってもな、高患者の子供の数が少なくなってはどうにもならんのだよ。確かに家計を切り詰めようと思えば飲み代を削るのが手っ取り早いからな。え、でも山野井先生、この前駅前のキャバクラにいましたよね、確か。え、こら村上くん、それはひどい先生。というか純喫茶だって言ってたんだろうが、そのキャバクラに。あ、もう嫌い、先生も村上くんも。やぶへび。気持ちわかるよ、どうせ金出して外で飲むんなら若い姉ちゃん相手の方がいいに決まったら。ひどい。まあまあ、この後飲みに行くから。ありがとう、しんさんだけね、優しいのは。でもね、ちょっと本気で考えなきゃとは思ってるのよ。今熟女ブームだし。熟女ったってあけみちゃんまだまだそんな年じゃないだろ。いや、これが結構いってる。村上くん。松の井が潰れたって。おお、今もその話をしてたんだ。おい、みんな知ってるか、潰れた松の湯。本屋の中川悟、おもちゃ屋の岩田義雄が来て、これでようやく下町にぎわい商店街の店主たちが揃い踏みと相成りました。
全員揃ったことだし、今日の議題について提案がある人は言ってくれ。ストップ！発言は一人ずつ手を挙げて。先導多くしてなんとやら収拾のつかなくなった話し合いを早々に切り上げまして、八尾神と魚達の二人はスナックあけみへと繰り出します。ごめんね、店番頼んじゃって。いいえ。高俊、親父、集会に行く間店番をお願いしたの。バイト料の代わりに自由に飲んでってね。僕はいいけど親父が嫌がるんじゃないかな。ああ、とっとと帰れ。スナックあけみママと魚達はいらぬおせっかいとは分かっちゃいますが、物はついでと仲違いしている高俊と八尾神を仲直りさせる気でいるようです。だがなかなか深い親子の確執、果たして溝を埋めることはできるのでしょうか。ちょっと新さん、そういう言い方つれなすぎるんじゃない？なんだと？こいつはな、親から受け継いだ八百屋を閉めろって俺に言ったんだぞ。父親に向かって偉そうに。悪いけど偉そうじゃなくて偉いんだよ実際。なんだとこいつ？なんで？どうしてダメなんだよ。いい話だろ。今だったらフランチャイズの権利金安くしてくれるんだしさ。何か？スーパーに変えて惣菜や雑誌や魚なんかを売ればいいのか？うちだけが生き残ればそれでいいのか？それで中川んとこの本屋が潰れたって、魚達が店畳んだって関係ねえ。そう言えるのかお前は。仕方ないだろ、それが資本主義の原則。ここは自由競争の国なんだから、客の数が決まっている以上どんなに綺麗事を並べたって所詮は椅子取りゲームじゃん。勝たなきゃ参加する意味ないんだよこの野郎。まあまあ、シンさんもタカちゃんも落ち着いて。ヤオシンよ、今の時代タカちゃんが一緒に住んでくれてるだけでもありがたいことだと思わなくっちゃ。ほんとよ、タツさんとこのお子さんニューヨークだっけ？ああ、山野井先生のところは長野だし、純吉さんは別れた奥さんのところだろ。先生やタツさんみたいに遠く離れて暮らしているならまだいいわよ。中川さんの息子さん、銀座のマンションよ。銀座なんて目と鼻の先じゃないか。だからよ、それが時代ってやつなんじゃないか。誰だって沈むと分かっている船にしがみついていたくはないからな。商店街はタイタニックじゃない。まあまあ、さっきタカちゃんお客さんの数は決まってるって言ったじゃない。その中で商店街のお店が取り合いをしてるって。ああ、それが事実だろ。ええ、だったら来てくれるお客さんの数を増やせばいいことじゃない。どうやって増やすんだよ。よーし、商店街のイメージキャラクターゆるキャラを作るってのはどうだい。下町にぎわい商店街だから、にぎわしわしかなんかのキャラクターにして。にぎわい商店街なら語尾はいいじゃないの。細けえこと言うなよ。とにかくその着ぐるみの中に入ってイヤホーやら、みんなも商店街に来てほしいやら言って宣伝して歩くってのはどうだい。そんなことしたら本家から知的財産権の侵害で訴えられかねないわよ。そうか。いろんな商店街でサンバとか阿波踊りとかのダンスで活性化するってのがあるだろ。あれをうちでやるのはどうだろう。いいね、フォークダンスなんかいいんじゃないか。フォークダンスってあの男女ペアになってチャラチャッチャッチャララってやつ？それだけじゃないぞ、オアになって踊るマイムマイムもある。ないわ、マジにないから。それ高俊、年長者に向かってそういう口の利き方はなんだ。ってヤオシン、それだと誰をターゲットに想定しているのかがわからない。まあフォークダンスなら激しいダンスってわけじゃないから、お年寄りや中高年にはウケるかもしれないけど、そのあたりを呼び込みたいんだっけ？違うでしょ？ファミリー層とか若い人たちって言ってなかった？そこに向けてのフォークダンスは絶対にないわ。息子の真っ当な意見に親父の八尾氏にはじめ下町にぎわい商店街首脳陣はぐうの音も出せず黙り込みます。純喫茶やまびこをカフェにリニューアルするっていうのはどう？
カフェ？親父カフェなんてどうかしら。親父カフェ？商店街としては若い客層を呼び込みたいんでしょ？だったら親元を離れて暮らしている人たちに親子の疑似体験させるコンセプトカフェ。そりゃいい。くだらない。そうかしら。商品の親父なら商店街にはあるほどいるんだからいいと思ったんだけどな。ああ、どうせ魚屋なんか開けといたところで客は来やしないんだから、俺も手伝いに行くよ、親父カフェ。バカバカしい。タツさん、やってみせてよ。お帰りなさいませ息子様って。なんだいそりゃ。お客さんを迎えた時に言うんじゃない、そんなようなこと。メイドカフェで。そうか、こうかな。お帰りなさいませ息子様。そうそう、お帰りなさいませお嬢様。あれ、ここは娘様かな。それより名前の方がいいかしら。くだらない、バカバカしい。なあに、こんな時だけ仲良く息を揃えちゃってさ。さっきから聞いてるけど、ろくな意見出ないじゃん。ゆるキャラだ、ダンスだ、親父カフェだって、もしもだけど、たまたまそれが受けてお客さんが集まったって、その時だけのことじゃん。一過性のもの。店はその後もずっとやっていくのにさ。そうなるのかしら。腐っちゃったんだよ、どこもかしこも。高田氏、もうダメなんだよこの商店街。みんながみんな助かる道なんか残っちゃいないんだ。だったら自分の店だけでも助かる。あるぞ。え、養心。下町にぎわい商店街全体を救う画期的な作戦ならある。起死回生養心、進藤哲夫一発逆転ホームランの名案とは何なのか。続きは次回後編で。横山恵美作、下町にぎわい商店街前編。ただいまの出演は森田芳雄、小笠原健、宇野正義、坂本博一、木下聡、小宮良一、岡田敏行、大岡香る、栗山武典、浅見恵子。以上でお送りしました。時は平成26年秋。まだまだ残暑厳しいこの時期に、早々と秋風、いや冬の寒い凍りつくような冷たい風が吹き荒れている商店街がございます。シャッター商店街をどうにかしようと、スナック明美での首脳会議の様子。逃げましーが商店街の宣伝。フォークダンスイベント、親父カフェ。全部ダメ。商店街の生き残りより自分の店の生き残りを考えなきゃ。横山恵美作、下町にぎわい商店街後編。もうこの商店街は終わってるんだ。ん？あるぞ。え？下町にぎわい商店街全体を救う画期的な作戦ならある。商店街を活性化させるための話し合い。ついでに家業の八百屋を継がず大型スーパーに勤め始めた高俊とその父、八王信こと進藤哲夫を仲直りさせようと企んだ魚達と明美ママですが、計画は思い通りとはいかなかったようで。言ってみろよ、その画期的な計画ってやつをさ。まだ、それはだな、まだ言えない。なんだよそれ。そうよね、そんな大事なことこんなところで発表できないわよ。なんだよ、気になるじゃないか。
言えよ、ヤオシン。そうだそうだ。そこはだな。だから、それは、ほら、商店街メンバー全員が揃った席で発表した方がいいわよ。うるさ型のおじいさんばっかりだから、聞いた聞かないで揉めたら困るじゃない。ね？そうか？そうよ。そうだな。そういうことだよ。新道の自信なさげな様子から、実は起死回生の明暗などなく、口から出まかせを言ったらしいと察した明美の助け舟のおかげで、その場はどうにか収めることができた父哲夫。息子の高俊とは別々の道を歩き、同じ家へと帰ってきました。ただいま。お帰りなさい。高俊、もう帰ってますよ。ああ、知ってる。スナック明美で会った。あら、珍しい。一緒だったんですか？いや、それより風呂は。今、高俊が入ってますけど。もういい。疲れた。お茶をくれ。はいはい。しかし、あれだな。魚達もちった真剣に商店街のこと考えてくれりゃいいのによ。辰吉さん？あの人は考えてると思うわよ。真面目に。いや、ゆるキャラだ親父カフェだと、くだらねえことしか言わない。寂しいんですよ。奥さんが亡くなって随分経つでしょ。トンビから鷹なんて口では強がってるけど、離れて暮らす息子さんにも、そりゃ会いたいでしょうし。国際弁護士なんてな、魚達の子にしちゃできすぎだ。高俊だっていい子じゃないですか。親や警察に迷惑かけることなく、学校出てきちんと就職して、何よりもこうして同じ屋根の下で一緒に暮らしてくれているんですからね。一緒に暮らすなんてことは、何も言い場っていうことじゃないさ。でも魚達さんのとこだけじゃないでしょ。山野井先生のところや中川さんのとこだって、みんな商売してるうちから出てっちゃったんだから。沈んでいく船に残るやつはいないか。高俊が言うように、お店、スーパーの傘下になるのもいいかもしれないわね。お前までそんなこと言うのか。だって仕方がないじゃないですか。こうお客さんが減ったんじゃ、何でも売ってるスーパーマーケットにでも買えなきゃやっていけませんよ。ああ、昔はよかったよな。この商店街にも活気があって。そうね。昔は子供たちも多くて、最近は子供の笑い声、泣き声、さっぱり耳にしなくなったわね。ああ、最近じゃ。それだ。それ、子供。何ですか、言って。託児所だよ、託児所。商店街の中に託児所を作るんだ。託児所？そう。そこで子供を預かっている間に、若いお母さんたちには商店街で自由に買い物をしてもらう。これなら客を呼び戻せ、起死回生、一発逆転ホームランになるんじゃないか。そうね。いい考えかも。だよな。でも場所はどうするつもり？松の井を使う。銭湯はやめたって、建物は当分そのままだって言ってたからな。そう、じゃあ松の井さんをお借りするとして、子供たちの面倒は誰が？だからベビーシッターというか、保母さん、保育士、とにかくそういう人。そりゃ商店街のおかみさん会に頑張ってもらうしかないよな。私たち？私たちが？いやよ。いやって、お前、この年になってまた子育てなんて冗談じゃないわ。どうしても託児所を作るって言うなら、あなたたち自分たちで子供の面倒を見てくださいな。ああ、言われなくてもやるさ。なあに、子供の面倒なんてな、男にだって見れるんだ。親父たちなら売るほどいるしな。売り言葉に買い言葉、親父たちが
子供の面倒を見る託児所ならぬ託児医所を作ることを宣言した新藤哲夫。翌日集会所に商店街メンバーを招集いたしました。なんだ、集まったのはこれだけか。純喫茶と明け今はなんだか知らねえがのっぴきならない用事があって来れないって言ってたぜ。女手がないのは正直痛い。山野井先生は法事だそうです。小児科の先生も子供に慣れているだろうって当てにしてたんだがな。仕方ない、とにかく4人で研修を始めよう。研修？ああ、研修用に借りてきた。よしよし。どっから持ってきた？嫌な言い方しやがる。甥っ子に頼んで貸してもらったんだ。いいか、絶対に落とすなよ。そっとな、そっと抱くんだぞ。な、こんなものは昔取った絹塚で。よし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 、はーい、よし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 。いやー、なんだ、ほや。そんな、僕に渡されても。そうだ、こういう子供相手はおもちゃ屋さんが得意ですよね、きっと。はい。おーおー、どれどれ、よちよち、おむつかな、それともミルクかな。ベロベロベロ、バー。おもちゃはいらんだろうな。なに、こういうのがな、こっちが恐る恐る抱いてるっていうのが赤ん坊にも伝わっちまうから泣くんだ。これ、カシミラ。あ、よしよしよし、そうそう、泣くんじゃねえよ。よしよしよし、よし、ブルブルバー。あ、ダメだこりゃ。ヤオシンよ、いきなりハイレベルすぎるんじゃねえか。赤ん坊はいくらなんでも小さすぎな。もう少し話が通じる相手やねえと。本当にそうですよ。よし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 。商店街に親父たちによる託児医所、明暗に思えたこの計画にも早くも暗雲が。連日連夜研修を続けていますが、一向に上達しない親父たち。夜ともなれば八尾神魚達の幼なじみコンビは居酒屋でもって焼け酒をかっくらっております。男にとっちゃ難しいもんだな。そうだな。今さらだけど全部任せっきりにしていたんだって気づいたよ。子育て、うちの信頼女房に負けず劣らずできた嫁だもんな、ゆりちゃんは。ああ、今度店休んで二人で温泉旅行にでも出かけるかな。そうしなよ、女房孝行したい時には女房なしって言うから。そりゃ俺だろうが。そうか。妙にしんみりした会話に深酒を過ぎた哲夫、自宅に帰ると布団に入りすぐに眠ってしまいました。息子の高俊と妻ゆり子はそんな哲夫を起こさないように気遣いながら話をしております。それで親父ふて寝しちゃったんだ。慣れない子守で疲れてるのよ。それにしても親父が育児ね。子供の頃親父に遊んでもらった記憶全くないんだけど。昔はお店が忙しかったから。授業参観とか運動会にも一度も来てくれなかったよな親父。商売を休むわけにはいかなかったもの。なに高俊、あんたそれが理由でお父さんに反抗してるの？別にそうじゃないけど。一人で大きくなったような顔なさんな。それ懐かしい、おばあちゃんの口癖だったよね。昔はよくそう言って叱られたな。実際にそうだもの。あんたはあんた一人の力で大きくなったわけじゃない。この商店街に育ててもらったのよ。そりゃ母さんや死んだおばあちゃんには感謝しているけどさ。違うのよ、こういうところで商売してると自然とみんなで助け合うようになるの。うちが忙しい時は魚達さんの奥さんや岩田のおばあちゃんがあんたの面倒をよく見てくれたわ。へえ、そんなのちっとも覚えてないや。昔はそれが当たり前だったからね。奥さん連中ばかりじゃないわよ、中川書店の子たちと一緒に海に連れてってもらったり、山野井さんの
別荘をお借りしたり。ああ、それはなんとなく記憶にある。誰の子彼の子関係なく、子供はみんなで育てたものよ。だからね、お父さんが託児所をやるって言い出した時、いい考えだと思ったの、本当に。そうなんだ。ええ、だってそれがあなたをここまで大きくしてくれた恩返しになるでしょ。この商店街に対しての恩返し。母の言葉に心を打たれた高利、にわかにパソコンやらスカイプやらであちらこちらに連絡を取り始めました。その間にも親父たちは研修を重ね、どうにか子供をあやすのにも慣れてきた頃、ついに下町にぎわい商店街託児所のオープン前日、集会所にはいつもの商店街メンバーが一堂に会したのであります。ヤオシン、ありがとうな。せがれが孫連れてニューヨークからわざわざ俺の様子見に来てくれたよ。聞いたらタカちゃんが連絡してくれたって言うじゃねえか。シンさん、ありがとう。うちも長野から。タカトシ君には感謝してるよ。ほんと、お盆や正月にも寄りつかなかった子供たちがね。今日はなんか美味しいものでも食わせてやりますよ。ああ、久々に家族が揃うっていいもんだ。タカちゃんによろしくな。どうやら高利は店を継がなかった子供たちに親父たちの窮状を話し、一度様子を見に来るよう説得したようでございます。我が息子なかなかやるじゃないかと進藤が思っているところに、純喫茶やまびこの店主とスナック明美のママがやってきました。いいわね、にぎやかで。ああ、でも純喫茶の別れた奥さんとこのお子さんは来てないんだろ。かえって気を悪くさせちまったな。いえ、託児所にはすぐにお世話になることだし。はあ、できちゃった結婚するの私たち。まあ私にとっちゃできちゃった再婚ですけど。めでたいついでのどさくさに紛れ、結婚報告を済ませた明美ママと純喫茶の店主よ、ご両人。照れる二人を温かく見つめる進藤哲夫のそばに、息子の高利がそっと寄り添います。余計なことをしちゃったかな。いや、そんなことはない。ありがとう、助かったよ。あのさ、八百屋を継ごうと思う。無理しなくたっていいんだぞ。ううん、やっぱりさ、こうしてみるといいな、この商店街って。うん、いいよ。ああ、あったかくって情があってみんな優しい。うん、お客さんを呼び戻すためにはまず自分たちが戻ってこなきゃダメかなって思うんだよね。うん、そうかもしれない。おばあちゃんの口癖、一人で大きくなったような顔なさんな。ああ、みんな助け合って生きてるんだ。横山恵美作、下町にぎわい商店街後編。ただいまの出演は小笠原健、宇野正義、浅見恵子、坂本博一、木下聡、小宮良一、岡田俊幸、大岡香る、栗山武典、森田芳雄。以上でお送りしました。